この動画は実際にユーザーのリゾートマンションに住んでいる方たちにインタビューを行いリゾマン暮らしのリアルを包み隠さずお話ししてもらっていますぜひ最後までご覧くださいはいそれでは続きましてリゾートマンションに住まわれているリゾマンピーポーインタビューは今,、ね、今つけたタイトル <laughs> 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 はい<わ>というわけでリゾートマンションに暮らされている方にこのユーザーのねリゾートマンションを実際に生活してみてどうですかっていうリアルなお話を聞かせてていただこうと思っています<わ>まず、えー、舞子さん、えー、ユーザーの居住地として住まい方としてリゾートマンションを選ばれた理由はどこにありますかはいあの 湯沢にもともと移住ですとか検討してた時に、はい、正直リゾマ以外の選択肢を全く持たなかったです、うん、私は逆にそうですねまあまあ何でしょう、まあ、一軒家だったりとかあるんでしょうけども湯沢に移住するなら、うん、こうちょっとワクワク感があるといいますかそういったマンションに、まあ、住むっていうことだけ しか考えてな <laughs>、まあ、あの子どももいるので、うん、まあせっかく子どももいてこう遊べられるようなそういう施設が充実してるとか、うん、そういったこともあったと思いますし、うん、もうそれ以外正直。 もう考えずにもうずっと某不動産屋さんのサイ,サイトを、うん、あのよく見てましたねあの暇さえあれば見てたっていうか、ね、今これが開いたんだとかいろんなエリアこうちょこちょこ見てていくつか候補っていうか、うん、目星はつけてたんですけどもやはり冬になるとねあの希望者が多くてすぐ、ねうんすね、なくなっちゃうっていうのもあって。 で、早めの下見とか、それかものをやったほうがいいのかな、はい、ということで。うんうん、夏頃から動いたっていうのが。なるほど。はい、今のマンションの決め手になったポイントって何ですか。うんうん、決め手はですね。お世話になった、あの不動産屋さんの。はい、まあ。 あのオーナーが「あのリゾマンはもう景色が命」というポリシーの方だそうでそりゃそうだリゾートマンションだもんああリゾートマンショは本当に景色だと、うん、ちょっとこれはどうかな自分にはちょっとどうかなと思ってたんですけど、まあ、見るだけはいいかなと思ってちょっとこう本当はもう帰ろうとしてたんですけど、うん、最後にまあうせっかく来てるしちょっともう一軒だけと思って一旦、うんうんうん 不動産屋さんから離れたんですけどもう一回お邪魔して「すいませんもし時間あったらここだけもう一軒連れてってもらえませんか?」<ー>って言ったところが今の,今のところで。 もうそこ見ちゃったらもう一発ノックアウトでこれ見ちゃったらもう帰れないねみたいな、えー、っていうぐらい衝撃的にインパクトになった、まあ、あのお部屋っていうかまあ景色がですね、まあ、お部屋も良かったですけど子供も気に入って「うん、ここだね」って言ったんですね。その後に実際に決める時も「うん、まあこことこことここだったけどどう?」とかいろいろ聞きながら、うんうん、でも。 もうちょっとその選択肢しかも残らなくてですねすごいノックアウトされちゃったんですね感じでしたせっかく住むならここに住みたいよねみたいなということで決めたというのがなるほどですねそれねすごく大事で僕たちもえっと今年で三年目になるんですけど最初の二年間同じマンションに住んだんですが一年目は岩原のスキー場がもう目の前にバーンと広がる最高の部屋だったんですよ で2年目って狙ってたお部屋が先に契約決まっちゃってほんで下見したたお部部屋が全ななくっっちゃっだからウェブで見つけて広さだけ見てそれでもう最後決めるしかなくて選んだマンションはマンションからの景色がマンションのいらねえわみたいな <laughs> <laughs> そういうこともあったので実はその。 なんだろう景色って結構重要だなと思って、うん、で今の僕たちが借りてるお部屋も、うん、スキー場目の前にバーンって見えていいんですけど、うん、それの裏側になるとまたねマンションなの、うん、<laughs> 窓を開けたらマンションって台東区かって団 <laughs> 地かっていうね <laughs> それをねここまで来て、うん、その景色選んじゃうのはちょっとお得ではないので確かにそのリゾマン選びの中でも、うん、窓からの景色優先度高いかもしれないですね。うん これで、ね、すごい大事なポイント、えら、あのマンション選びのポイントなんですけど。オール電化なのか、うん、それともそうでないマンションなのか、うん、っていうところで言うと、うん、どういう設備のマンションですか。はいはい、あの私のところはオール電化です、うん、ガスが使えませんので。はい、暖房も、うん。暖房も、あの備え付けは、あの0百ボルトではあるんですけど、だから効率のいい、あの。はい クーラーではあるんですけども、うん、あのが一で一機ついてました。うん、であとあのベースボードヒーターですか。はい。あ,あのそれがついてたんですけども、うん、ちょっとそれを使うと結構な電気代になってしまいますというまあ事前情報をいただいて、うん、あんまりお使いにならない方がいいかもとも言われましたので、うん、まあ今実はその200ボルトのクーラー一機で、はい、あのまあ二部屋あるマンションなんですけども、そして一部屋をまあ常にこう、うん 温めるような形の使い方で、うん、あんまりつけたり消したりしないでもつけっぱなしにする、うん、まあそれがいいか悪いかちょっといろいろお考えあると思うんですけ、ね、ど、うん、我が家の場合は常にもう同じあの温度を保つでそれで冬の特に冬場なんかは洗濯物を乾燥させたりとかっていうね使ったりとかですねそういう使い方をするのを同じようにやったらどうなるかなっていうので今やってます。以前はだから水道代 ガス代電気代っていうこういう三本立てだったんですけども水道代が井戸水を引いてるマンションだったので水道代がかかりませんガスがないからあ本当に電気だけ電気一本で冬場は確かに三本立ての頃の合計と合わせてもちょっと出るけどそんなに倍増ってほどではなかったのであんまこのぐらいで。 もうでも多分もう峠越えたから多分もう大丈夫かなと思ってもし差し支えなければ、うん、一番厳冬期、うん、ピークの時の1か月の電気代ってどのぐらいかかったかっていう、まあ、レンジででもいいです、はい、60平米の部屋ですが、はい、でもちろんあの温泉もあるんですけども、うん、ちょっと我が家子供があんまり温泉暑くて行 <laughs> きたがらなくて部屋のお風呂もよく、うんね、使うんですよ。 かか,るまあ、かかってるはずなんですね、はいうん、ほぼ毎日入ってます、なので、それで、えー、クーラーもほぼつけっぱなしで、はい、で、えー、45, 円です。思ったほど高くないイレリン電気代オンリーで、はい、この間来た請求が4万5000でしたので、なるほど、だって、うんまあ、ほぼ2 0時間エアコンつけっぱなしで、それって実は。 寒暖が激しい地域はつけっぱなしの方が効率いいって言われてるんですよね。で、そう考えたら何でかっていうとね僕の知り合いの子で試しにベースボードヒーターで生活してみたって1か月それでも帰ってきて7時から10時ぐらいまでで1か月5万超えてめっちゃビビったって言って「もう二度とやらないです」っでっねっていうふうに聞いたんですつまりフルタイムで使ってるんじゃないの 本当ピンポイントで使っていただけなのにそれぐらい来たって言ってたんでんだからそう考えると実は全然予想よりは僕は安く住んでんだなって今印象ですねうとあなるほどこれすごくいいあのリゾートマンションを検討されている方には非常に 有益なな情報にると思うでただ備え付けの200ボルトっていう普通の家庭用だと100ボルトとかなのかなっていうのが1基あってもう1基自分で持ち込んだのが100ボルトですけどもそれは稼働させずにそっちの方だけでやってもうピークは超えたんでここからはだんだん寒さは緩んでくるからこれ以上大きく電気代がかかるっていうことはあまりないのかなっていうふうに思うと。 あと、あれですよ定住者が少ないので、うん、そもそもマンション自体があったかくない、うん、っていうのも1つ。 ある,ね、あると思います。僕が前住んでたところはすごくたくさん定住者がいるマンションなので、うんうん、本当にね寒くなかったんですよね。そうなんですね。うん、そういう違いはあるんでしょう、ね。だかそれは本当住んでみないとね。そうですね。すねマンション選びの一つきあの課題というか、うんはい、あの低住者がいる以内でその寒さが結構違うのかなっていうのもね、うんうん、一つ参考になるんじゃないかと思います。それからですね。うん ええー、もう一つ洗濯機置き場があるお部屋ですか。あはい、あるお部屋。あよかった、まあ。ベランダがありますとか。ああなるほどね。はいはい、はい、洗濯機置き場がありますとか、うん、普通のまあ生活っていうんですかね日常の生活に近い。うん 設備が整ってるところ洗濯機がないところはちょっとありなかった我々子育て家族にとって洗濯機ないっていうのは地獄でしかないっていうね本当ないですねまあこれがね、あの当時のリゾートの仕様でもあってその代わりにコインランドリーがだいたいあるんですがそのコインランドリーが三十歳っていうさマンションと同い年しかないみたいなのが未だ現役で 活躍されれてるので、うん、あれもちょっっと困ったももんでもう少し新しいのにしてくれれば使い勝手いいのになーって思うところはあ、ね、まあ僕のところも洗濯置き場がある部屋なんで、うん、あの困ってはいないんですが、えー、実際友人のところはやっぱり洗濯機がないっていうのは結構ストレスだよねっていうことはねよく聞いてたんでそこもねマンション選びの中でその生活される だろう家族構成とかにもよるかとは思うんですが洗濯機、うん、それからえ暖房設備っていうのがまた大きなキーワードになるのかな。ねうん、さあじゃあ、えー、いろいろお話聞かせてもらったんですけども逆にねデメリットこれリゾマンに住んでこれは不便だなとか感じたこととかあれば。 最後にお聞きしたいなと思ううんですがそうですすがそね、まあ、不便というかまああと立地ですねその立地で暮らしてみてうん,うん,、うん、うんまあ駅の方がもうちょっといいのかなってこう暮らしてみると思い始めたりすることはありますのでうん、うん、温泉がわあすと思って毎日入ると思ってても意外と子供がダメだったりとか自分もそうやって体調の面でそんなに毎日毎日入れなかったりとかうん、うん、プールとかも まあ意外と使わなか,か使わないというかその毎日毎日行かないかなみたいななんなら月に一回入るか入らないか,ぐらいかなみたいな本当その子供によるというか <laughs>、はい、っていう意味ではあの意外と最初はっとリゾマンでこう経験してまあなこうある程度暮らしてこう他に移られていく方が多いっていうふうにまあ聞くんですけどもだ最初へなんでリゾマン以外で なんでだろうと私も思ったんですけども、まあなんとなく暮らしてみるとそのすごい不満っていうよりは、あもうちょっとこういう暮らし方があるんだなっていう、うん、そうですね。購入ではなくて賃貸で、ね、あので、ね、今回2年契約で借りられてるということなので、はい、その間にもね、まあその後にもまた移動するっていう選択肢もあるっていうことですね。うんうん、そうですね。うん、それぐらいいろいろこう魅力的な物件は57棟もあるあ、ね。57棟ですね。うん、もう選びたい放題。ね、1>, 1万4500個。はい <laughs> あるそうです、ねうん、なんで、うん、まあね思い切って苗輪に住んでみるとかね <laughs> っていうのもう、ね、もしかしたらあるのかもしれないですよね。それぐらいまあ選択の幅があるっていうのもユーザーの特徴なので,、うんそ,でね、それねえよって思ってたのが実はフィットしたりする可能性が、ねうんね、あるかもしれないっていう部分ではまた面白い特徴の一つなのかもしれないですね。うん でまあ、最後に総合的に言うと今のリゾートマンションでの暮らしは満足されていますか、うん、あおかげさまであの本当にご縁をいただいたなと思ってますので、うん、あの迷ってらっしゃる方はもしかしたら本当に最後もうや,やめとこうって思ったところに決めましたからあ,あともう一個見てみようっていうところを見てみてすごい大事。<laughs> あの面倒くさがるなと。そうですね。<laughs> あのまあ数見るといろいろな違いもわかりますし、うんすね、あの良さがそれぞれあって、あの本当にあのいろいろ選択肢が増えていいと思いますので、うんうん、あのぜひもう一箇所っていうのを <laughs> あのプッシュして見てみていただければと思いますが。なるほど、ありがとうございました。はい、最後になりますけども、ずっと膝の上に抱えていてくれているのが。 天然パーマーデザインのキャップということで、はい、これねあのちょうど僕たちがユーザーに移住してくる直前に買いましたって連絡をいただいたのが最初のファーストコンタクトなんですよね。あそうですまあ、私的にはずっと長くのアプローチはさせていただいたというか、はい、うんであの勝手 <laughs> に情報をあの活用させていただいてたんですけども、はい、これはちょっと移住の記念に親子でケアで,で、ね。 あのー、買っていただいて買おうということで購入させていただいています、うん、ありがとうございますちょっと膝の上でよろしくですね、はい、だいたいこれからあのー、僕の動画をきっかけにリゾートマンション暮らす人たちはこの帽子をかぶって帽子をめじしに、ねうん、あ、あんたもあんたも <laughs> もしかしたらユーザーのねちょっとシンボルマークにならないわ。いね、本当にあの大事にしていきたいい。はいありがとうございます。すごく嬉しいです。いすはい。はい、じゃお互いにえっ、ー、とまりこさんはまああの今定住されていますけど僕たちは2拠点生活という形ですが、はい、リあのリゾーマンライフ楽しみましょうね。<laughs> ありがとうございます。ここはい、はい、よろしくお願いします。今日はインタビューありがとうございました。というわけで今日のゲストは。はい マリコさんでしたありがとうございました。